はい、皆さん、こんにちは。風呂敷かららさん、おはようございます。まだ、ブラック風呂敷のままですが、いろいろすいませんでした。さて、楽しい話に戻ります。よろしく、うん。よろしくお願いします。僕は、グレーカブ君な感じ、まだ続いてますけど、まあ、あの、ちょっと今日からね、あの、ジュニアングランプリということでなんで、え、あと2、3時間後ですね。うん。ちょっと平和に、ね、やっていきましょうという感じで、うん。 えー、レモンみかんさんどうもです。えっ、ー、と、ベルギーの満月、前夜はよく見えてますね。うん。えー、素晴らしい。月天心、えー、貧しき町を通り蹴り。ヨサブソン、えー、アンデルセンは、この俳句を知っていたと思うわ、えー。神奈川県の先ほどの月は薄っぺらの、あ薄,薄っぺ、ねえー、ら,らのベールをまと,ままとっていました、うんえー。湿度がありました。 今日も33度くらいで暑いです。晴れてるんで、今夜は満月がよく見えると思います。え、おと、おととまで泣いていたミンミンゼミや、つくつく帽子は泣き乱みました。うん。静か。なるほど。つくつく帽子も泣き乱んじゃったんですかね。普通、つくつく帽子は、うん。9月の中旬あたりをピークなんで、今、今多分、今から9月の中旬がピークなんで、ちょっとつくつく帽子まで泣き乱んだっていうのはちょっと不思議ですね。うん。 あのー、うん、そう思いました。えー、ようさんどうもです。かぶくんお疲れ様です。えー、今、朝方3時半頃、西の空。えー、雲の切り間からオレンジの光が空に向かって走ってました。あれ、太陽かと思うほどの明るさでした。えー、昨日夫が、明日はスーパームーンらしいぞと言いました。うん。毎回私は月や星で、えー、ぐ軍で感化されたみたい。うん。今日は、 夜ままで晴れてくることを願います。夜中にレポートしてもらい、ありがとう。波の音、えー、海が叫ぶって表現、素敵。うん、せばね、いや、ちょっと昨日なんか、あのー、思って、ちょっとね、思って言ってたら、なんかね、月の光に照らされたんで、あのー、ちょっとこれはね、行くべきだなって思いましたね。あのー、なんかね、海がね、騒いでる感じがありました。なんか波があったっていうよりも、なんかね、海が騒いでるようなね、感じがね、 ありましたね。スーパームーンのエイトたんでしょうかね。うん。あの、ところで、月の表面にうさぎのような、ね、形があったかと思うんですが、あれってベルギーの日本とちょっと違いますよね、おそらくね。うん。うのーさんどうもです。カボさんベルギーすごい天気でしたね。うん。すごい雲ですね。また雷ですか最近多いですね。うん。最後夕日が綺麗ですね。えセムサムネには抱き合っている人がいましたね。 うん。またいい場面が撮れてよかったですね。今日は私のところでも羊雲が、えー、見られましたよ。空は秋ですね。なるほど。うん。はい。ということらしいですね。羊雲は構成切るんですね。うん。昨日本当ロマンチックな感じで抱き合ってる人いましたね。やっぱりね、あ,あいった景色になるとベルリーダは抱き合う人がね、いるんですよ。うん。最近確かにね、雷結構多いな、多い気がしますね。うん。 ま、多分これ、関連低気圧とか、設備低気圧ですね、の影響があると思いますね。うん。あ、ようさんどうもです。カブくん本当にカブくんの読みたいコメントのいいです。うん。カブク私はコメント欄で見ます。えー、頑張らないで、私も頑張らないから。うん。ゆっくりゆっくり、狭ねえ。うん。ちょっとね、あの、ちょっと、あの、少しね、あの、疲れがちょっと見えてきてるんで、あの、ちょっと休憩をしたからね、読んでいきたいと思ってます。うん。 えー、なみなみさんどうもです。ですよね。あら、かぶくん、月の光がとっても綺麗。ドーナーで曲が流れ、しょうまくんが踊ってます。あ、確かにですね。I love you ですよね。月の光、I、Love You。うん。いや、今年はなんか月がなんか全体的にテーマになってくるのかな。なんか平和。なんかそんな気がしますね。月の光をもっともっと浴びた方がいいなって。昨日ね、歩いてるときに、なんか癒しとはまた別のね、なんか違った、 感じになったんですよね。うん。なので、ちょっと月のパワーが必要なのかもしれないですね。もしかすると。だから、宇野選手の選挙力が、あの、マッチングしてる可能性ありますね。うん。えー、マルリニンさん、カブくんはすごいスーパームーン、えー。すごい撮影。ギャラクシーならではですね。うん。えー、残念ながら、えー、静岡市は、えー、曇り空に雨もちらついてたから、ベルギーのスーパームーンで満喫、えー、させてもらっていただきました。 うん。ありがとうね。30日のその時間、自治会主催の夏祭り、コロナで4年ぶりの開催の移動会をビアガーデンでやってました。うん。だから晴れていたから、ビアガーデンでスーパームーンを見れて最高だったのにね。なるほど。うん。で、私はお酒に関してはアルコール分解酵素を2つ持っているタイプだから強い。けど、ビール、焼酎、日本酒は一切飲まないし、このような会の時はカクテルを飲むんだ。 なるほどえ。普段は全くアルコールは飲まないよ。アルコールは強いけど、好きではなくて、カ,カクテルは甘いフルーツをミックスしたものが美味しい。うん。えカブ君のようにアルコールを飲むと、顔が青くなるタイプの人は、アルコール分解酵素を持ってないから、絶対飲んじゃダメだよ。確かに。うん。日本人は私みたいにアルコール分解酵素を2つ持つ人も少なく、えカブ君のように持たない人も少なくて、多い方は1つ持ってある。 一方、欧米人のアルコール分解酵素を二つ持っている人が多いから、つまりお酒に強いから酔いにくい。ああ、そういうことなんですね。それで日本人みたいに酔っ払れが少ないんだよ。そうなんですね。ああ、でもね、あんまりね、その、でもね、バクバク飲んでる人はあんまりでもいませんよ。うん。ああ、でも言われてみればね、あそんなこともないから、結構ね、浴びるように飲んだりとかしてる人はそんなにいない気がします、見てると。ただね、確かに、 ビールとか、ベルギービールを2杯とか3杯とか飲んでも結構よ大きく酔っ払ってない人多いなっていう気がします。確かに。確かに確かに。うん。あの、そう思います。確かに。うん。よくあんな飲めるなって思いますね。あの、しかもね、ちょっとあれなんですけど、ここだけの話なんですけど、車の運転しちゃう人いるんですよ。え、これ違法,違法なんですけど、飲酒運転、うん、しちゃう人結構多いんですよね。 あのー、あんまり飲酒運転による車の事故、でもあると思うんですけど、うん。結構ね、それに関してもベルギー、まあ、関与ってわけじゃないんだけど、まあ、結構やってる人多いですね。うん、いけないんですよ。いけないんだけど、うん。んあんまり関係ないと思うんですけどね。うん。あ、でもそれもあるのかなちょっと。で僕はね、本当にダメ。本当にダメ。これね、他の方にも言われましたね。うん。あの、そのにね、 もうほんとコップの3、5分の1ぐらい飲んだだけで、すぐこう淡くなって、あの気持ち悪くなってしまうんですよね。なので、ダメなんですよ。うちは家族ほとんどそうかな。うん。お酒はね、本当にダメなんですよ。うん。えー、パンダウサギさんどうもです。えー、昨夜、我が家からは、スーパームーン、ブルームーンっていうのかなうん。は、曇っていて見れず残念に思っていたんで、 この動画、とっても感激しました。本当に明るく美しく輝かれていますね。神秘的です。うん。かぶくんいつもいろんな動画ありがとう。仕事と朝でクタクタになって帰宅後、ゆっくりかぶくんテレビを見るのが私の癒しの時間です。かぶくん無理せずに自分のペースで攻めてくださいね。本当にいつもありがとう。うん。どうもです。あの、ちょっとね、あの、まあ、まだ少しね、 あの精神的にちょっとこう、まだ全体的にまだ回復ができてないんで、ちょっとこう、休みながらやっていきたいと思ってて、うん。ゆっくりね、ちょっとやっていこうと思ってます。はい。まあちょっと平和、平和がちょっと欲しい感じというかね。うん。はい。まあ本当昨日でもなんかあまり日本は天気が良くなかったということなんで、ちょっとそういった意味では、あの、撮れて良かったですね、あの動画。うん。 動画遅れてよかったなと思います。あ、マイク・バーティラさんどうもです。カブ君こんにちは。オーストリアとベルギーは同じ欧州大陸標準なんで、え時体はありませんよああり。ありがとうございます。ってことは、あれですね、でもね、これ YouTube から見てみるとあの、3時間後にライブ配信、あ、ちょっとまたなんか、え3時間後にえライブ配信になってますね。はい。なので、あの、うん。 MK さんどうもです。素敵なスーパームーン見せていただいてありがとう。月と積雲と波、栄線の神秘。うん。あのね、なんか波がね、ほんとそんな感じで、うん。あのなんかね、スーパームーン、ブルームーンに合わせて、なんかあの、雲とかですら、なんかあの、神秘的に引き寄せられてる感じがしましたね。全体的に、空気全体的に。 うん。でもなんか月がなかったら、あの、地球の生命はここまで存在してないっていう話があるらしいですね。うん、で昔はね、月と地球がもっとあの近かったらしいですね。本当に何億年も前は。うん。でも、まあ今もちょっとずつ離れていってるらしいですね。うん。 えー、マルニィンさん、カブ君、色っぽいね。色気について話しちゃうよ。色気って表現、日本独特だと思うよ。色気を英語に訳せない。色気を日本語で説明をしたら、かもしたらす女性的な仕草かしら。うん。英語で適切な言葉がないからセクシーになってしまうんだけど。あ、セクシーっていうのは確かに色気とは違んですね。セクシーだとは、えー、性的な誘いのニュアンスが含まれてるんだと思う,思うんだ。色気だと、性的なニュアンスより見るだけで、 女性的な仕草にたまらんっていう感じなんだよね。昔、着物の時代なら、着物で歩くとき、着物の裾がちょっとはだける、それが色っぽいとか、襟元のうなじが色っぽいとか、なるほど。うん。え、現代でも髪の毛をかき上げたりする姿に色気を感じたり、え、目線の動きとか、昔は流し目が色っぽいなんてね。 なるほど。うん。面白いですね。この話。でも、西洋人は、ちょっとした仕草じゃなくて、もっと直接的でいうか、性的な誘いをセックシーっても、いや、まさしくその通りだと思いますよ。本当にその通りだと思います。あの、日本人はこういう繊細な表現が多いから、日本の本やドラマ、映画などを翻訳する人や通訳する人は難しいんだよね。うん。あの、その通りだと思いますね。確かに。うん。あの、結構、日本の場合は、 あの、ピチピチな人は、あまりこう、あ、でも性的にはモテるかな。どうでしょうかね。あのか、なんだろうね。結構ピュアな人がモテるの。ピュアな人がこう守ってあげたく、でもそれはまた性的とは違うのか。うん。あの、確かに西欧、欧米も含めて、はっきりしてるものは好きかもしれないですね。多分うん。ちょっと、うん、でもど,どうなんでしょうかね。ちょっとそ,そこら辺はちょっとあれは難しいんですけどね。 うん。あの、一つ言えることは、あの、なんだろう、胸が、胸がね、大きい人がモテますね。確かに。うん。あの、欧州の方はね。あと、結構痩せすぎてる人があんまりモテないかなっていうイメージがあるから。もしかすると。うん。ちょっとこう、全体的にこう、うん。そういった人がモテる気がする。確か。うん。 早く言っちゃうと、ブラジリアンのような感じ。ブラジルのほら、サンバみたいななんかね、ああいう人結構モテますよ。うん。あの、そういうなんか、うん。日本は結構細い人が結構モテるなっていうね、イメージがあるかもしれないですね。うん。そんな感じがします。 ゆうねやさんどうもです。かぶさん、夜中の2時にお疲れさまですね。星も綺麗に撮れますね。うん波が高いのはスーパームーンのせいかもし、えー、れないですね。人魚姫ですかロマンチックですね。かぶさん、寒いんですか、えー、風邪ひかないようにしてくださいね。いや、きても寒かったですね。上着着ても寒かった。うん気温が多分中途前後しかなかったんじゃなかったかな。うん、ねあのー 波が高いのは多分スーパームーンの可能性が非常に高いですけども、昨日風はね、ほとんどなかったんですよ。うん。あ、でもまあ、低気圧、あの、積乱が通過したから、そういうもあるかもしれませんけど、波がね、いつもと違かった。うん。なんか、なんか多分ね、スーパームーンの可能性がありますね。いや、なんか人魚姫って、ああいった満月の日になんか、ね、泡になっちゃうんですよね、確か。うん。 あのしかも人魚姫って、アンデルセン、あれですね、えースウェーデあの。デンマーク発祥なんですよね。うん、あのデンマークの、えー、人魚姫像を見に行きたいですね。あのうんえー、天丸様、どうもです。まあ、カブさん、撮影よく撮れていますね。美しい月、引き込まれそう。いや、本当ですよね。ちょっとびっくりしました。あの、早くね、あ、これ、この映像から、うさギが逆になってるシーン見れてますね。えー、こちらの、ね。 うん。うさぎの頭が、うさぎの頭が逆になって、なんか、餅つきをしてるシーンとかあるんですが、これ日本からの見え方って違いますかねちょっとね。うん。えー、ゆうたやさんともです。かブさん、IW といえば、夏目ソ石セジが IW を 次は綺麗ですねって訳したことが有名ですね。ラブソングはビーズですか、うん、ビーズのラブソングはいつかの、ああ、いつかのメリークリスマスって曲ありましたね。が好きです。誰かに滑ってほしいですねあ。いつかのメリークリスマスって曲ありましたね。確かに。うん、あ,ああいああいった曲とかでフィギュアスケートやるのも,もそうそうですね。確かに。うん。なんか懐かしいですね。うん ちなみに今年のアイスタンスのあのリズムダンスのテーマは、1980年代をホーブスとさせるようなそういった、あ1980年代にリリースされた曲っていうのがあのテーマなんですよ。これは課題になってて、ビ、えー、ズの場合は、だからその手を離しては1987年,年なんで使えますね。うん おはりこさんどうもです。かぶさん、夜中の2時に、ふらっと海岸に出て月を見る。なんて素敵な感覚なんでしょうか羨ましいです。癒されます。うん。なるほど。あまり、あれですかね。あの、2時にふらっとね、あの、表に出るのはちょっと危ない感じでしょうかね。あの、確かにな。あ、でもそうかもしれないですね。場所によるのかもしれないですね。うん。場所によってはちょっと危なかったりとかね。でもね、あの、日本の方、あ、でもそっか。確かに。 うん。まあ、治安がね、悪いところでちょっと危なかったりするんですけどね。うん。オースタンドは、あの、時々、海岸で変な花火、わーってやったりしてるやからがいるんで、えー、そういう時はあれですけども、ま、さすがにこの日は新鮮な月が凄ごすぎて、あの、人が逆にいなかったですね、一人もね。うん。はい。というわけで、ありがとうございました。